今回は、常磐に住んでいる、グルメツアーメンバーが、新しくできたお店さんがあると、教えてくれました。もはや、グルメツアーの参謀。話によると、ラーメンとチーズケーキを味わえるお店さんと、お店の前の駐車場は、満車状態でした。満車の場合は、裏にも駐車スペースがありますので、そちらをご利用ください。外装から、広々とした雰囲気が伺えます。ワクワクしながらの入店。店内に侵入、オープンしたばかりということもあり、入り口にはお花が、絵になる光景。券売機で食券を購入するスタイルです。気になるメニューは、トッピングも、いろいろあり、自分好みのラーメンが作れそう。サイドメニューに、セットチーズケーキ全種とあるので、ラーメンを注文したお客さんは、100円引きでチーズケーキが食べれます。ドリンクバーがあるのがありがたい。席にもメニュー表が。席に着くと、スタッフさんが、食券を回収しに来ます。その時に、チーズケーキを選ぶ形です。お店の雰囲気は、想像していた通り、席数があり、広々としていました。家族やグループ、一人で気軽に食べるのにも最適なお店さんです。席は、カウンター席とテーブル席があり、自分と友人はテーブル席にお邪魔しました。お水はセルフサービスとなっていますので、準備しておきましょう。肉汁つけそば第 600g& もも角に到着です。半ライスがついてるのが、ありがたいです。つけそば 600g に、もも角にがっつり。これは満腹間違いなしのよう。まず、中太の縮れ麺をスープへ。ツルツル、もちもち食感からの、魚介スープのコク、食欲がかきたてられます。トッピングのもも角煮をスープへ。お肉祭り。角煮の柔らかさに惚れ惚れ。丸竹さんは、他のお店さんにはない、カスタマイズスタイルという、具のないかけそばに、トッピングを購入して、自分好みのラーメンを作るってスタイルです。次から次へと食べたくなる麺、600g にしてよかった。角煮とスープの組み合わせもぐっと、角煮ラーメンを食べているような気分に。お肉祭りだけあって、がっつりお肉。
まだまだ面があります。幸せー。スープが濃いなぁと感じたら、薄めることもできます。一緒に食事をしている参謀は、なんと、食べ終えていました。夢中になれる味と、確かにこれは、夢中になれる。残りの麺をすべてスープへ。お店の入り口を見ていると、ひっきりなしにお客さんが入ってきます。さすが、ラーメンとチーズケーキの二刀流のお店さん。ここから、一気にいただきます。ネギの旨味に、魚介スープ、ナイスコンビネーション。薄めたスープというのもあって、ガブガブ飲めちゃいます。肉汁つけそば第 600g ごちそうさまでした。なんと、半ライスがついています。ありがたき幸せ。桃角煮を半ライスへ。角煮丼完成です。角煮のジューシーな味わいが、食欲をかきたててくれます。角煮とご飯の相性も抜群。続いて、つゆだく角煮丼です。煮汁の甘辛さが、ライスに合います。つゆだく角煮丼ごちそうさまでした。ここで一旦水分補給。ここから、角煮の美味しさから、アルコールが欲しくなります。桃角煮ごちそうさまでした。食べ終えたら、席にある呼び出しボタンを押し、スタッフさんにチーズケーキお願いしますと。バスクチーズケーキを選びました。この色合い、これぞバスクチーズケーキ。
バスクチーズケーキいただきます。濃厚なチーズの風味がたまらんです。クリームとの組み合わせもグッジョブ。気になるストロベリーソースを。果肉が入っています。ストロベリーソースのフルーティーでやや酸味が効いた風味が、より一層チーズケーキを美味しくしてくれます。食べ終えた参謀が、バスクチーズケーキも美味しそうと言い残し、券売機へ。綺麗にごちそうさましなくては。バスクチーズケーキごちそうさまでした。なんと、SNS 割引が、X で、お店さんのことを発信。オープン特典かもしれませんが、足を運ばれた際に、ありましたら、皆さんもぜひ、チーズケーキをゲットしてください。ニューヨークチーズケーキ到着です。ありがたき幸せ。ニューヨークチーズケーキいただきます。滑らかな味わいが特徴的。先ほどのバスクチーズケーキと同様に、クリームがめちゃくちゃ合います。ストロベリーソースを。果肉がありがたいです。口の中に広がる、まろやかで芳醇なチーズケーキに、ストロベリーソースがドンピシャ。参謀も、2種類のチーズケーキに大満足と。綺麗にごちそうさましなくては。ニューヨークチーズケーキごちそうさまでした。参謀の注文は、トッピングの全部入りです。メンマ、味付け卵、チャーシュー、海苔と、具沢山で満足と、プラスかけそばです。夢中になれる、王道の醤油ラーメンの味と、続いて、レアチーズケーキです。クリーミーな味わいに大満足と、食べ終えた後に、バスクチーズケーキも注文していました。ラーメンとチーズケーキのお店さんということで、肉汁つけそば第 600g、桃角煮、バスクチーズケーキ、ニューヨークチーズケーキと、たっぷりとお店さんを満喫してきました。また、驚くことにドリンクバーが、ゆっくりと過ごしたい時に、利用するのもいいかと。ただ、オープンしたばかりということもあり、ぐだつき感がありました。では、今回はこの辺りで失礼します。最後までのご視聴、ありがとうございました。評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。